はい、こんにちは、瀬戸浩二です。 iOS 6になってですね、このマップが Apple のやつになっちゃってちょっと使いづらいなと思ってる方多いかと思います。そんな方のためにですね、ちょっとね、今回はまあネタなんですけどね、ちょっとした裏技をね、お教えしたいと思います。これね、 iOS 6を入れたが入ってる iPhone 5ですよ。見ててくださいよ。わっ、あれ、このあれ、このマップ、昔の Google マップ入っちゃってますね、これね。で、ここ、あれ？これも、ちょっとびっくりする方いるんじゃないかな、これ。昔の Apple の最初の標準で入ってた YouTube。これ開いてみよう。マップ。Google マップですね、これ。Safari の、ね、ブラウザ上で見ている Web 版の Google マップです。で、これは、下にね、Safari のツールバーがいつもあるんですけど、それを削ったバージョンの Google マップです。ちょっと全画面で見られていいねっていうやつです。ただ戻るとかはできません。はい。で、これは何かっていうとですね、これもオンと押すと、はい、出ました。ウェブ版の YouTube です。これも下にサファリのツールバーがないバージョンです。なので、ここでね、瀬戸浩二とか言って、打てば普通に、まあ、ウェブ版の YouTube とか Google マップが見られるっていう、ものです。これ面白いですよね。ただね、ここに戻るとかいうボタンがないので、使いやすいかっていうと、それはちょっと微妙です。ただね、アイコンがこの Google マップの前のやつとか、YouTube の前のやつなんで、ちょっとネタ的にね、入れて、ほらってこうね、人に見せてみたりとかすると面白いかもしれません。これどうやってやったかっていうとですね、この、ある URL がありましてですね、これちょっとコピーして。これね、ライターの河村さんの知人が作った、ものらしいんですけれども、ここにね、ちょっと飛んでいただければ登録できますよっていうことでね。はい。はい、この URL ジャンプすると、はい、こういう風なところに飛ぶので、で、このね、こっちを押すと YouTube のやつ登録できます。こっちを押すと Google マップ登録できますよというものです。で、Safari 普通に開くと、ここに下にね、こういう風なツールバーが出てくるんですけど、このツールバーがないバージョンで、この Web 版の YouTube とか Web 版の Google マップが見えますよっていうプログラムみたいです。で、アイコンもね、ちゃんとこういう風に合わせてあって面白いんで、まあ、ネタでね、こうやって入れておくと面白いかもしれません。以上、昔の Google マップ、昔の YouTube アプリっぽいやつを、iPhone5 の iOS6 のやつに入れる、さあ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 でした。じゃあなー。